家康行列は愛知県岡崎市で毎年4月の第1、または第2日曜日に開催される時代行列、岡崎の桜祭りのメインイベントである。公募で選ばれた徳川家康公をはじめとする三河武士団、姫列など704名が市内中心部を練り歩く。今日の家康行列は江戸時代岡崎城内本丸内、酒谷櫓そばにあった。 栄誉神社で10月18日に行われていた栄誉明神祭礼を起源とする。栄誉神社は徳川四天皇の一人、本田忠勝を祀る神社である。藩主自ら軍曹を整え家臣を率いて、皇軍の儀式を行った。儀式は先隊、次隊、三隊、四隊、馬隊の順に先人の体制で繰り出し、本丸より風呂谷、坂谷門。 白山馬場を通り芝原に至って、陣を敷き、矢を追い、玉を飛ばすなどした。1876年1月、栄洋神社と徳川家康を祀る東照宮が合併して、流城神社となると、家康の期日である4月17日が、霊祭の日に変わった。旧藩士公営で組織された、甲冑姿の不防儀団が、流城神社から繁華街の成功生を経て、 伊賀八幡宮まで御しをぐぶする武者行列が第二次世界大戦まで行われた。この行列には、増塚の住民による八つの道中行列や連着の子女の地獄行列も連利、祭りを盛り立てていた。1948年2月10日、龍城神社の火事によって甲冑等が消失。これにより行列は行われなくなる。 しかし1953年、山岡総八の徳川家康が出版されて、家康ブームが起こると、岡崎商店街連盟の働きかけと岡崎商工会議所の支援によって、武者行列は1955年4月10日、家康祭りとして復活した。更新人路は次の通り。岡崎公園八条、高生町交差点本町井田、大樹寺田、元のお市場 松当たる自在も連レ籠田公園、アズマ公成とのばし東岡崎駅前天馬、中町天馬市場、アズマ公岡崎公園。同日、岡崎公園のグラウンドでは午前9時から第5回、全日本オートバイレースが開かれた。通過地点の籠田公園では、岩津温泉旅館組合が作った、岩津温泉温度、岩津小唄の発表会が行われ、 NHK 専属のバンドや歌手が出演した。1956年は4月7日に開催。10時に岡崎公園を出発し、13時からは愛知県警察音楽隊が明大寺町本庁館のパレードを先導した。この年は矢作橋も渡り、松本下流会の花車が参加した。1958年は、 岡崎市戦災復興事業完成記念式典が行われた翌日の4月11日に開催。更新人路は次の通り。伊田町青井マート、農美町松本町、元農美市城本町連雀通明大寺町、六所神社前中町天馬岡崎、商工会議所天馬市場折り返し籠田町八条橋、折り返し岡崎公園、西堤竹千代京竜城神社。 1959年3月30日の岡崎城再建を契機として、同年以降は、市と観光協会の主催で行われることとなった。そして、伊賀八幡宮13時出発もこの年から定着した。13時、伊賀八幡宮で出陣式を行い、13時30分に出発。県道39号を南下し、厚生北交差点、加護田公園。 天馬交差点を経由して国道1号を横断し東岡崎駅前通りを通って15時頃、殿橋下流左岸に到着。小塚川河川敷ではひなわ充実園披露や戦国文儀合戦が行われる。王子は1000人が参加。行列の時間も今より長く、正午に伊賀八幡宮を出発し16時に岡崎城に到着解散していた。岡崎市長、県議、 市議、観光協会役員ら60人は、黒門付にあられ、古問の派手な、上下姿で一文字山を着用するのが、習わしであった。家康行列と、岡崎の歴史行列の二本立てで練り歩いた時期も、あった。校舎には、雪咲とお田植え祭り列、浄瑠璃姫と、吉爪列、滝山敷祭り列、山中八和田宮、伝々がっさり列など、 今は見られない隊列が参加していた。家康役は1980年までは岡崎市長が奮することが多かった。1981年以降は一般公募によって選ばれている。新全都市やゆかりの町提携をしている各自治体の市長や議長、観光大使、ゆるキャラなども参加している。朝鮮通信市の隊列が2015年から加わっている。 豊臣秀吉の朝鮮出兵以降途絶えていた朝鮮通信使の再開を主導したのが家康であるため再現されることとなった。なお、岡崎塾の付近には岡崎藩の迎賓館的な役割を果たしたご地走屋敷があり、幕府はここで公式に朝鮮通信使を迎えたとされている。2005年の経費は3、188万1、0円。 2006年は4月9日に開催。市政90周年を記念して、松方弘樹が家康に噴し、井川春が岡崎警察署の一日署長を務めた。経費は3、341万五0円。2016年は4月10日に開催。市政100周年を記念して、里見光太郎が家康に噴し、菊川玲が岡崎警察署の一日署長を務めた。 2017年は4月9日に開催。NHK 大河ドラマ、真田丸で、本田忠勝を演じた、藤岡博が、引き続き本田忠勝役で特別出演した。2018年は4月8日に開催。松平健が、家康役で出演した。2019年は4月7日に開催。平泉聖が、酒井忠次役で出演した。 2020年は4月5日に開催する予定だったが、新型コロナウイルス対策の一環で中止した。ありがとうございます。